イトゥアーノ FC は、ブラジルサンパウロ州、イトゥーを本拠地とする、サッカークラブである。1947年5月24日、イトゥーに拠点を置く、ソロカバーナ鉄道の従業員たちによって設立。設立当初のクラブ名は、AA ソロカバーナ。1960年代に、クラブ名を、フェロビアリオアトレチコイトゥアーノに変更。さらに1990年代に、 イトゥアの FC に変更され、現在に至る。1978年カンピオナートパウリスタ、セリエ A3 に参加。その後セリエ A2 に長期間在籍し1989年にトップディビジョンに昇格。2002年には念願のカンピオナートパウリスタ制覇を達成した。サンパウロ大都市圏外のクラブが州リーグを制覇するのは稀なことだった。 サッカーブラジル代表のジュニーニョ・パウリスタは、イトゥアーノのアカデミー出身で、2010年に選手権人でクラブの代表に就任した。2014年、PK 戦の末にサントス FC を下し、二度目の州リーグ制覇を達成した。イトゥアーノにとって、最大のライバルは、パウリスタ FC で、両者の対戦は、ブリガデガロと呼ばれている。また、AA ポンチ・プレッタや AA サンベントとも、 ライバル関係にある、ありがとうございます。